皆さんこんにちは。こんにちは。もうすぐクリスマスだね。ちょっと前までケーキの予約チラシがたくさん貼ってあったわね。今日はトップバリューのホームページに掲載されているレシピからクリスマスっぽい料理を作ってみようと思うのだ。ケーキかチキンかしら。察しがいいね。鶏肉料理から炊飯器で手軽にタンドリーチキンスープなのだ。タンドリーチキンってカレーの味がする鶏肉料理よね。タンドリーはタンドールって壺型の釜のことで、これで鶏肉を焼く料理ってことだね。トップバレシピでは隠し味としてきな粉をプラスするみたいだよ。これいるのかしら。今回使う材料がこちら。左上に怪しげな植物があるんだけど、本当は骨付き肉を使うんだけど、こっちの方が安かったから今日はもも肉で行くのだ。早速オリジナルチャート。使う種類が多いからメモを見ながら買い物をしたよ。今回一番疲れたのは買い物なのだ。イタリアンパセリは高いと思ったから、再生栽培で作った人参の葉っぱを使う予定。どんな味なのかしら。味？パセリと同じ味なのだ。そうなの？どちらもセリもクセリ科だから味も似てるんじゃないかな。はい、調理スタート。まずはジップロック的な袋にこの部分の調味料を入れるのだ。色が変わったところね。ここはしっかり測ってるよ。あとはそうだね、できるだけトップバ製品を使ってるのだ。カレーパウダーもトップバリューなのね。パプリカパウダーはさすがになかったのだ。このギャバン、スパイスコーナーで見かけるわね。ハウスギャバン株式会社だね。ラーメン屋さんのテーブルに大きめの胡椒が置いてあったりするね。鶏肉をパックから出したんだけど、思った以上に大きいのだ。丸めて入ってたのね。フォークで穴を開けていくのだ。皮面はニュルッとして刺しにくいのだ。クリスマスって感じを出したいなら骨付きの方がいいかもしれないね。トクバのブランド鶏は純喜系だっけ。そうだね、緑トクバになるのだ。じゃあ最初に作ったタレの中に入れて15分くらい漬け込むよ。辛そうな色をしてるわね。いろいろ混ぜたから味の予想がつかないのだ。待ち時間で野菜を切っていくのだ。今日は切るものが少ないのね。豆はそのまま使えるし、人参の葉っぱはちょん切るだけ。玉ねぎくらいじゃないかな。玉ねぎは中1個で 200g ってあったから重さを測って半分にしたよ。人参は日の当たる外に置いたら育ちが良くなったけど、茎がちょっと硬くなったかな。豆はトップバリューじゃないのね。商品ページにはあったけど売り場で見つけられなかったのだ。次はこの部分の調味料を測っていくよ。何に使うのかしら。煮込む時のスープになるのだ。今回は一袋に入ってるけど、個包装で使いやすいタイプもあるのだ。買う時に選べるのはいいわね。水を測ったら鍋に入れて粉を溶かしていくのだ。温めたフライパンに油をひいて鶏肉の表面を焼いていくのだ。あと1枚を入れるスペースがないわね。無理をしないで1枚ずつ焼いていくね。今回は煮込むから表面だけ焼くけど、しっかり中まで火を通せばタンドリーチキンとして食べられるね。視聴者兄貴や姉貴はクリスマスどう過ごすのかな。うちなるおっさんはどうするの。普通に過ごすけど、クリスマスって特別なお惣菜が出るから、それは買いに行きたいかな。パーティー向けのご飯が並ぶわよね。パエリアとかないかな。結構好きなんだよね。肝心なことを伝え忘れてたのだ。炊飯器で作るって書いてあるけど、僕は圧力鍋を使うね。まさかのオリジナルチャート。こういうのって匂いがどうしても残っちゃうんだよね。作った後にご飯を炊いたらどうなるかわかんないけど、作るときは家族の人に話した方がいいと思うのだ。ジップロックのタレとフライパンに残った油をスープに混ぜたのね。ここに具を入れてスープを流し込んだら圧力釜にセットするのだ。炊飯器の場合はどうすればいいの。通常炊飯で炊けばいいみたいだよ。僕はいつもの豚角煮モードだね。さあ出来上がったよ。オープン。
湯気で見えないわね。これは成功かしら。肉はかなり柔らかくなってるね。今にもほぐれて割れそうなのだ。下にあったのを出そうとしたら割れちゃったわね。これなら切る必要はなさそうだね。このままスープを入れて完成させちゃうね。仕上げに自家製の葉っぱを乗せるのだ。案外良くなるのがちょっと悔しい。玉ねぎと塩コショウ、葉っぱ以外は新品で買ったから材料費は1600円くらいかかっちゃったね。スパイス系は出番が少ないから使いに困るのよね。今回はトプバレシピを忠実に再現したから揃えたけど、タンドリーチキンの素が売ってるからそれを使えばこの辺りの調味料は代用できるね。ナイフとフォークを使った方がクリスマスっぽいけど、どれだけ柔らかいか見てもらいたいから箸で食べるね。箸の方が楽って気もするけど、簡単に切れるわね。前に業務スーパーのスパイシーチキンを食べたでしょ。あれと同じくらい柔らかいよ。骨付きで作ると似た感じになるのかしら。そろそろ食べてみるね。いただきます。はい、どうぞ。スープの味はちょっと薄いかな。骨付きにしなかったから出汁が出なかったのかしら。塩気と胡椒が足りてない感じだね。これは出来上がった時に味見をして調整するところだから問題ないと思うのだ。うちなるおっさんは濃い味が好きだからこれでぴったりって方もいそうね。鶏肉の表面にしっかり味を焼き付けてあるから肉自体はかなりいいよ。これさ、煮込まない方が美味しいんじゃないかな。嘘でしょ。煮込むとスープカレーに近い感じだね。揚げ野菜とか合いそうな気がするのだ。じゃあ星評価を聞かせてくれる。これは星5だね。この料理のいいところは簡単に鶏肉が柔らかくなるところだね。炊飯器でもこんな感じになるのかしら。今の炊飯器って圧力をかけて炊くのが多いから同じ感じになると思うよ。でもね、これを作ってるとご飯が炊けないからそこは困るかな。それは確かにあるかも。困ったことにご飯が食べたくなる味をしてるんだよね。作ったら鍋に移し替えて食べるときに温めるってのがいいかもしれないね。じゃあ今日はこの辺りにしましょうか。そうだ、今日は豆知識の後にちょっとだけおまけがあるのだ。お時間があれば見ていってね。それでは皆さん、ごきげんよう。鶏肉には振袖と呼ばれる部位があって、スーパーでは鶏肩肉として売られているのだ。1羽から 50g くらいしか取れない希少部位なんだって。おまけコーナーへようこそ。12月に風邪をひいたとき、心配してくれた視聴者兄貴や姉貴が多くてびっくりしたのだ。ありがとうね。ひいたのは14日から15日で、予約投稿分と撮影ストックでなんとか乗り切ったのだ。熱は出なくて咳と倦怠感、数日で治って本当に良かったのだ。朦朧としながら動画を作ったのはうどん、プリン、お惣菜のあたりだね。何があるかわからないから予約投稿は増やしたいね。ちなみに FC 岐阜の2023シーズンの順位は J3 で8位。初めの方で4連敗した時はやべえかと思ったけど、なんとかなったのだ。この銅像はシドニーオリンピックの女子マラソン金メダリストの高橋尚子さん。長良川競技場に来たらここで写真を撮るのがおすすめなのだ。まさか大宮が J3 に落ちてくるとは思ってなくて驚いてるのだ。視聴者兄貴や姉貴が応援してるスポーツチームは今年どうだったかな。特に応援してないよって兄貴や姉貴は2023年のおすすめアニメを教えてほしいのだ。ちなみに最終節は最下位北九州に敗北。まあこんな感じで今年の FC 岐阜は終わりなのだ。翌日、名古屋大柏の試合が長良川で開催されたから見に行ってきたのだ。名古屋のホームは2つあって、みずほは改修中、トヨタはレース仕様にピッチを改造して使えないらしく、苦肉の策で岐阜県開催となったのだ。めちゃくちゃ人がいてまともに歩けないのだ。ちなみに岐阜はこんな感じだよ。正直来るんじゃなかったって後悔してるのだ。この試合の観客動員は 18,475 人、先日の岐阜は 7,019 人なのだ。こんなにいっぱい人が長良川にいるのは初めて見たのだ。でもね、トイレにまともに行けなくて辛かったのだ。なんとか買えたのがこのベビーカステラ。マスコットのキャラクター
をしてるんだって。スタジアムグルメは高いものが多くてキャラクター半券ものだからね。この値段になっちゃうのも仕方ないのだ。このまま食べるのもなんだから。電子レンジで温めたのだ。これくらいでいいかな。じゃあ実際に食べてみるね。中には何も入ってないね。ではいただきます。もっさりしてるのだ。星評価は2。蜂蜜をかければなんとかいけるのだ。1000円超えを抜いても味がちょっと。いいところはマスコットの形をしてるところだね。はい、この話はもうおしまい。最後まで見てくれてありがとう。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。